今をよくするテレビという番組をまあ仲間とやっていってるんですけど<ー>サウナもね普通のサウナではなくてそうです次会う時はもう整いすぎてねた、はい、もう角刈りになってた今注目のカルチャーとテックをディグる欲望の SNS 今回の欲望の SNS が初めて実はこうリアルで収録して。そうですね、ゲストの方と。そう、今まではズームとかでやってましたけど、もう見ていただいた通り、なんと2回目の登場で。また来ちゃいました。ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは。小塚良介さんにお越しいただきました。お越しいただきました。ありがとうございます。遠藤良介です。長介さん。さんです。皆さんおなじみの。おなじみの。はい。あの前回配信してからものすごい反響があって、うん。 あの、業界内外で話題に。そうです。もう全部ですね。業界内外で内外でね。そうそう、全部。俺の周りでもね、良かったんですよ。えうで。ておっしゃってたのあの、二人が、すごくこう、引き出すのが上手いから、普段あんまりこう、俺が喋らないような話が聞けて面白かったって言ってもらいました。嬉しい。嬉しい。じゃあ今日もちょっと腸の中から引き出すような感じ。おお、なんか、怖いですね。怖いですね。 <laughs> さっきもね、<laughs> 刃を持ってた。そう,そうそうそう、<laughs> 刃を持っていや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 、面白いですね。<う>で、ちなみに、あの、ここね、皆さん、あの、初めて見て何が行われてるか、何の場所かっていうのがわかんないと思うんですけど、<laughs> うんうん、ここ、どういう場所か、窪塚さんから。<laughs> えーっとですね、ここは、飯塚市、<あ>福岡県の飯塚市にある BA という、うん、はい。まあ、いわゆる、 えー、オーナーの小宮山さん。野宮山さん。野宮、えー、山さん的には。<laughs> あ<の>名前ここでも間違えちゃう一緒にいるんですけどはい。そうですね。野宮、はい、山さん的には、まあ道場。そうですね。という言い方をされてましたけど、ねうん、ここの建物に関しては古き良きものと、うんえー、新しき良きものを融合させて、 えー、コワーキングスペースだったりとか、ミーティングだったりとか、うん、そういうカンファレンスだったりとか、そういうものに使う、えー、施設ですかね。施設ですね。そうです。実は以前、あの、横棒のエッセンス小塚さんと話させていただいたときに、まさに腸とか金とかの話をしていて、うんうん、で、その後実は僕、あの、この施設に一回来たんです、はい。で、そこの今言ったかぐやの飲み山さんというの話を聞いて、うん 絶対、窪塚さんに合わせたいなと。うん、で、あの、ものすごいいろんな知識をとかこの場所でもらったんですけど、うん、僕は説明しきれないと思ったんで、今日は実は無理言って窪塚さんにも一緒に行きましょうということで、いやいやいや喜んで。うんね、福岡も来ていただいて。うん、そうなんですよ。だ本当にすぐメールくれて。そうん。で、もう、割と長文で、ね。では割と長文で写真も添付しまくって。添付しまくりで、うん、あの、くれて、はい。 で、それがやっぱり、こう、心をわしづかみされてしまい、もう絶対行きたいと。いやー、女生もこう付き合ってくれて、素晴らしい。それがこう、昨日今日にいた。昨日今日にいた。重複案っていうところで昨日は止めて、危機服案ですね。さっきから名前も使いまくってますけど、危機服案っていうところで止めていただいて、すいません。すいません。で今日は BA、ブロックチェーンウェイクってところに止まらさせてもらって、いろんなブロックチェーン アウェイク。アウェイクっていうね。アウェイクニング。アウェイクニング。目覚めイクニ目覚めというところでやってるんですけれども、まさに今昨日からすごい体験をさせてもらっていて、その体験内容の詳しくは、実は窪塚さんがこれから始める。そうなんですよ。えっと、来月の、一応予定なんですけど、11月の16日あたりから、配信を開始したいなと思ってる、去年の、あ、じゃあいわ。あれもう兄貴、あれ去年かな。最初に撮ったの。 今年か。今年、うんまあ。今年から、まあ、玉をこう、込め出した、うん、あの、今を良くするテレビ、という番組を、まあ、仲間とやっていってるんですけど、うん、まだまあ、配信はして,て,してない。で、うん、ただただとにかく、こう、玉を貯めて、うん、で、それを、えぇ、ー、1116から、 はい。信じていなと。そうですね。一週間日本なのか、ちょっとペースはあれなんですけど。はいはいはい。で、それが地球環境であったりとか、体内環境であったりとか、腸内環境であったりとかっていう、あの、そういう情報を知ることで、今すぐに僕らがこう、良くなる。はい。あの、何をもっていいとするかっていうのはもう見て確かめてほしいんだけど、僕らが信じる。そして、 あの、不思議に思っていること、知りたいこと、興味のあること、うん、広めたいことを、うんうん、ええー、番組内で紹介しているというものの<で>これが何回目になるのかもちょっとまだわからないですけど、<laughs> えー、でも、もう今までにじゃ結構数々の多くのところに行ってるんですかそうですね。うん、えっと、玄米の、ええー、マスターである、うん、お料理人のみえさんという、表参道のお店やられてる方だったりとか、 あとは、横須賀の食野暮農園というところだったりとか、あとは、寺田本家さん、うんうん、酒造のだったりとか、あとは岡山のバクチャーという火山歴を使った土壌改良のところだったりとか、うん、まあ、いろいろ行かせていただいてます。うん、すごいですよね。なんかあの、その 4, 4本、まだ私たちも拝見してないんですけど、うん ざっと話聞いただけで、ものすごい興味しか出てこなかったですよね。そうですそれやっぱりや、ここあ半年ぐらいですかね。半年、一年ぐらいでやる中で、やっぱり窪塚さんの変化って結構ありましたかそうですね。こう着実に自分自身がこう、健康になってってるし、で、よりなんかクリアになっていってるし、なんかこう、こんな時代ですけど、すごくこう、安心して、 楽しく、元気に、うん、あのー、生き入れてるかな、という感じはします <laughs>。もうね、私、何が素晴らしいかって、あの、今日は、あの、窪塚さんだけじゃなくて、窪塚さんとその仲間たち。そうですね。うん、はい、がいらっしゃって、その方々とも、あの、いろいろ交流させてもらってるんですけど、はい、ね、もうすごい、なんパワフルで、ルで絵に描いたような、ねまあ、人生を楽しんでる。うんうん いや、そうなんです。ちょっと、ちょっとすいません。イケメンがすぎるんでね。あの、ちょっと今回は、あの、お顔は見せずに、あの、ご想像していただいて。でも、駅のお迎えに行って、あの、新幹線の口から出てきた、その5人見て、もうなんか、バンド、バンドかなぐらいの、なんかすごい、あの、福岡でめちゃくちゃ目立ってるアルマゲドンが再来しましたそうそうですね。濃い、濃いめですね。濃いめ。無茶で言うと濃いめですね。濃いめですね。このメンバーと、 で、いつもあの、うん、メンバーが固定されてるわけではなくて。はいはいはい。あ、そうなんですか。あの、僕と、うんまあ、まあ、兄の八体くんと、うんはい、あとカメラマンのコバ。うん、この三人が固定キャラで。うん、なるほど。で、あとは、その、行きたいって言った仲間だったり、うん、その興味がある人を連れてきて、うん、っていう感じなんで。面白い。だから料理人の方とかいらっしゃったって言ってたんですよ、ねうん。そうそうそう。まあ、自由な感じで。 いいですね。うん。で、まあ、肩の力を抜いて、うん、こう、紹介して、うん、で、それを、あのー、いい悪いも含めて見た人に判断してもらって、うん、取り入れるなら取り入れたってくださいぐらいの感じで紹介してる、うん、していきたいなと思ってます。うん、めちゃくちゃ楽しみです、ね。楽しみ。チャンネルの名前もさっきの名前ですか、うん、さっきおっしゃってた。そうです。今を良くする。今を良くする。 でも今っていうとが結構ポイントですよね。そうですね。うん、すぐ答え出ることって実は多くて、うん、なんか、うん、腸活もそうですけど、うん、で、昨日も本当に、こう、本物の、いや、日本の暮らしっていうものを、野宮山さんにずっと、ご紹介していただいて、もう途中でショートしちゃうぐらい、<laughs> ね、本物を食らい続けて食らい続けて。うん、で、やっぱり、 昨日までの自分とちょっと違うし。明らかにそうですよね。朝起きたね。うね。なんか、まあね、ちょっと、あの、汚い話ですけど、朝、まあ便意を催して、聞きましょう。まあしたんですけど、まあ今までに出たことないような。マジっすか。かなり昨日本当に、ある意味腸活フルコースみたいな。本当ですね。食べ物が出ちゃったのかな。 なるほど。々し式自体が起きたわけですけど。そうですね。ごちそうでしたもんね、昨日もね。う、ごでした。本当美味しかったですね。100年前の梅干しも今日今朝ね。いや、それね。私、リモートで仕事してる間でね、本当に。いやいや、100年後になりましたね、次私食べれるの。なるほど。でもその前に多分なくなっちゃったからもうあれしかない。100年前の梅干し、どんな味だったんですか チカチと思いきや、ちょっと、なんていうのかな、お菓子っぽかったというか、みんなはスっぱーとか言ってたけど、僕はやっぱ整ったせいか、そこまで酸っぱい感じはしなくて、梅の方が、なんていうのこうお菓子みたいに固まってるような感じ,じお米に合うんですか、それ、玄米に。ちょっとかじってお米をやる。そういうことか、食べ方違うんですね、だからね。少量で。なるほど。 塩がね、100年前塩なんで。それもいいですでもすごい光ってるんですよ。そう、塩がついてるんですね。塩面しのとこにね。光ってるんだ。は面白い。だってさっき食べたのも、フグうん。ああ、そうですね。うん。もうなんかとにかくね、いろんなものをお出しいただけるんですよ。3年かけたって言ってましたもんね。年かけて。フグの卵を発酵させて。卵巣を発酵させて、毒を抜いた。毒を抜いた。うん。まだ本当発酵の力を改めて、昨日、今日で。 思い知らされてます。ね。まあ昨日結構ね、夜遅くまで語らいながら飲むというと柔らかい表現なんですけども。そうでもなんかみんな肌ツヤよく起きてきましたもんね。確かに。あんなに割と楽しくした割には。腸活フルコースですね、本当に。いや、本当にそうですよ良フルコース。よかった。だから、いや、本当にそう、そうじゃないかなと思って、もう必死にメールを小塚さんに書いたんで。そういうのがもう大好きなメンバーで起きてるんでそうですね。はい。 パッと見そう、全く見えないですいや、見えないです。どちらかといえば、もう失礼ですけど、なんか、超悪そうな感じなんですけど、真逆なんだよ悪そうだけど、人は見かけじゃなくて超ですから。そうですね。そうプリプリの超をお持ちの人たちですよね。そうなんです。そう。ですので、多分11月中旬からその始まって、多分何回か後かに、こう、それ放送されると、そのね、メンバーも含めて多分映ったりしてると思う。そうですね。 ぜひとも。大丈夫ですかこう、いろいろ見切って入ってしまっても全然。え、もう全然もう、いいですか全然著作権ないんだよ、私。あ、よかった。著作権ない。私の人生、肖像権も何もないんで、どうぞ。そんなことはないとご自由にお使いください。はい。でね、この後、サウナとかも。そうなんですよ。ね。そのサウナもね、普通のサウナではなくて。どんななんですか炭で石を。 あの、銀々に熱くして。で、炭のエネルギーを石に入れて、その石っていうのも波動石って言われるような、その、なんていうんですか、波動を出せる石。もう何千種類もね。石う全国を巡って、その石を野宮山さん集めて。波動を出す石集めてるんですかすごい、徐々に。パワーストーンみたいな。で、それを、その室内に置いて、です。で、波動水をかけて。そう。 ローリュする感じですよね。ローリをする。はい。で、それで状況をバーッと出して。うん。で、あと地下70メートルから組み上げた。 その後水風呂があって、えーうん、そこで温まって水風呂で入って休憩する。今回腸を整えるみたいなテーマで実は久保さんの番組もいろいろやってたんですけど、うん、まさに実はサウナ、サウナも今流行っていて、うん、でサウナでその、いわゆる水風呂に,はサウナに入って温まって水風呂に入って、でその休憩、うん、それを何セットか繰り返すことを整えるっていうんですよ。みんなそれで整ったっていうのが結構ポピュラーになってきてるんですよ。うん、まさにそういう 体験もだからあの超体の中を整えるというも含めて、うん、なんかこれからできればそうですね昨日からもう整え倒してるんで <laughs>、うん、逆にこれで乱れちゃわないかなっていう <laughs> そうですね、うん、そうですねそ,そんな不安も抱えつつつつつつドキドキサウナ体験をサウナ体験をこれからしていきます、ねうん、あのいわゆる普通のサウナって電気の だったり、ね、だったりっていうことで、うんうん、全く圧倒的に違うサウナなんだっていうことを、うんうん、そのマスターたちが、はい。みんなそれを認めてるというサウナらしいので,で、うん、はい。楽しみです。ね。はい。世界に日本に珍しいんですよね。うん、いや、もう、ここし、僕も、僕は実は以前入らさせてもらったんですようん、うん。こういうのないですね。うん、世界に一つということ。だだと思う いやだから、整うレベルがちょっと次元が違いますよね。あの、なんか食事もそうだし、外面もそうだし、なんか私はすごいなと思ったのが、あの、飲み山さんのお家ですよね。お家なんですよね。で、そこに客人を招くっていうシステムもちょっとすごい面白いなって思うし、だから、そう、お宿じゃないですもんね。うん、ね。だから、なんか家族みたいにみんなで食卓囲んで、 私だってお会いしたの、その、窪塚さんとそのクルーの人たちお会いしたの昨日ですけど、家族みたいな。うん。ち日ね。勝手ながらね。勝手ながら。いやいや、夜そう言ってくれてなんかこう嬉しかったですけど、なんかそういう距離感で人とこう出会えて、僕らは割とね、そ多いですけど、ただ僕ら以外の人たちとそういう風に会うっていうことは僕らも嬉しいし、なんかこう家族みたい だなーって思いながら酒飲んでて、うんうん、楽しかったです、ねうんね。それもね、ある種ね、今を良くするというね、人間と人間の関係性を良くするっていうのもすごいテーマとしてある気がする。もう、徳、徳とかね、うん、何でしたっけ、魂を磨くみたいな話がすごくあって、うんうん、もうなんか、いかに私すごく、もうなんか、磨かなきゃいけないんだろうってすごい思いました。なんか、ピュアな。 ね、<laughs> いや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 。汚れ、汚れてしまった。のそのままリボンをつけてお,お返しします。<laughs> <laughs> <laughs> ありがとうございます。はい。で、多分そのチャンネルは、あの、はい、今後もまたいろんなとこ回っていくんですよね。楽しみだな。そう。で、多分、うん こういうのっていろんな人から情報もらった方がいいと思ったんです。今思いつきですけど。なので、なんかあの、これ見てくださってる人とか、YouTube チャンネル見てくださった方も、絶対これ私しか知らねえぞっていう、整う場所でもいいし、多分。磨かれる場所でもいいし。いいですよね。そういうのを教えてくれたら。ぜひ教えてください。ここまでってないんですよね。あ、つけます。あ、じゃあつけます。ここまで。ここまで。ちょっとまだなんか僕のチャンネルとかにね、こういういいかもしれないし。 じわじわいただいてるんです、実は。おお<ー>。ちょろちょろ言ってたんで。こ<ー>こも来てくださいとか、うん、落ちこんなことやってますみたいな感じで。<ー>で、やりとりも始まってるので。おおすごい。そういう情報があったら<ー>、ぜひよろしくお願いします。めっちゃ楽しみ。私もちょっとそれを後追いして、そこの旅行行きたいなと思うんで。ぜひぜひ。是非是非 時間があるときは、あの、来てください。行きます、行きます。はい。じゃあ、私は、あの、荷物持ちやります。いや、まあ、そこは、どうでもいいですよくわかんない。すいません。よくわかんないの、最後にぶっこんですいません。ということでね、あの、この後サウナが控えてるので、今日はこの辺りで。はい。はい。次会うときはもう、整えすぎてね、多分、角刈りになってる。いや、もう、角刈りにしてきますよ。次会うときは。そっか。 もう、とど、なんか、最後、とど、人間とどまって、最後は角刈りですよ。かもしれないです。もう出てきた時には角刈りになってます。角刈そうかもしれない。それ、それ、私、ちょっと、存在。でも、久塚さんも、だから、このまま行ったら、角刈り、最後、5分。まあ、なきに。まあ、あらず。じゃあ、もう、私もやります、じゃあ。それだけいや、ほやるっていうより、もう、なっちゃってる。 いつもの髪型だと思ったらはがりなんですよね、それが。気づくとね。そう、気づくとなるほど。それはそれでまたお菓子ということで。はい。じゃあ、はい。はい。じゃあぜひ今を良くするテレビ、皆さんも放送会社はチェックしていただいて、チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今注目のカルチャーとデックをディグル。 欲望の SNS。